皆さんこんばんは、ななみです。今日はナーズから新しく出たアイシャドウチークリップをレビューしていきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということで早速なんですけど、すべてね一応、数量限定ではあるんですけど、2月の5日にもう発売していて、ただ在庫がまだ残っていたので、これからでもチェックしていただければと思います。じゃあ早速アイシャドウ、まずね今回のパッケージが全体的に恐ろしく可愛いです。見てください、これってね、サンジェルマンデプレアイシャドウパレットになります。こちら数量限定で6490円ですね。あ、上の方がサテン系ですね。でこの下の方がマットになっているので、締めが下って感じ、まあこっちをメインで使うっていう形かな。でこちらなんですけど、リキッドバインディングシステムっていうので、パウダーとリキッドを混合してプレストしたものを使ってるみたいで、これまでのパウダーをプレスとしただけのものに比べて、滑らかさや肌への密着、そして発色を高めてくれてるみたいです。まあ、ナーズのコスメでそもそもなんかパラついたりとか、なんか飛び散ったりとかっていうのは経験ないんですけど、やっぱりちょっとしっとり感が増しているのかなと思いますね。なので指でつけちゃえば大体はねこう密着するんですけど、手でつけた時にちょっと粉の違いっていうのがすごくわかるかなって思ってて、このナーズのアイシャドウ他のこういうところに散りばめられちゃったりとかっていうのもなくて、すごく使いやすかったです。はい、ということで今回ねこの目元もこのアイシャドウパレットで作っているので、そちらを見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、色味こんな感じです。上の3色は結構サテンが効いてるような感じで、まあラメがぎっしりって感じですね。下はね比較的こうマット系なので、まあ締め色になるのかなって思いました。いきなりですがこちらの下のカラー、濃いのをのせていきます。ラインに沿って塗っていきます。そしてぼかしていく、こんな感じのカラーです。結構濃いめですね、マットなので。でそしたらこの上のカラーの全体的に重ねていくっていう感じですね。こうした方がいい気がする。はい、こんな感じです。じゃあそしたらこの隣のギラギラしたカラーを全体的にのせます。すごいめちゃめちゃギラついた。いやシルバーラメなんだけど、なんかちょっと暗く見えるようなカラーです。ちゃんと深みもあるので、デカめ効果もありつつ、こういうシルバーのカラー使えるの嬉しいですね。そしたら右下のカラーと左下のカラーを混ぜて使います。下まぶたに塗ってきます。上の目尻にものせます。はい、こんな感じです。どうですかね、結構締まりましたよね、色味的に。うん、いいわ。この右の上のイエローとか私今回使わなかったんですけど、なんかいつもだったらそういうゴールド系をつけるけど、こういうシルバーっぽいカラーとなじませるのすごく新鮮かも、私のメイク動画では。で下まぶたにはこの上の真ん中のカラーをのせます。この目頭の部分までしっかりのせます。はい、かわいい結構目元がはっきりしたと思います。なので今回ちょっと使わなかったのがゴールドだけ、使ってないんですけど、まあ、気分によってこのゴールドかシルバーかっていう感じで分けて使えるのかなって思います。はい、こんな感じです。どうでしょうか、ここのカラーがね、すごい自分的にはあんまり使ってこないカラーだったので、すごくいい色合いを出してるなって思いました。やっぱりこう全体的に温かみのあるカラーにはなっているので、私みたいにオータム系の方はすごく好きなカラーだと思います。続いてはですね、チークなんですけど、こちらです、はい、もうパッケかわいいから、さっきのアイシャドウのパレットが、ハートのカラーだったんですけど、今回は蝶ですね。クローデッドブラッシュデュオ5720円ですね。こんな感じのカラーです。
対照的な2色っていう感じで、こっちのカラーがブライトピーチマット、こっちがアンバーマットっていうカラーです。どっちも結構肌なじみが良くて、私は2色混ぜて使ってみました。こちらもね、塗っている映像があるので、こちらを見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあチーク塗っていきます。触るとほんとツルツルするような粉ですね。まず左を塗って、こちらのチークなんですけど、マイクロナイズパウダーっていうので、ソフトでブレンドを可能にしてくれるようなチークなので、重ね付けをしたとしても、ビルドアップ可能なシェード。右側も同じように入れます。まずピンクから、そして上から、このブラウンを重ねていく。わかりやすいように濃いめには入れたんですけどこんな感じですね。肌なじみがいいのでね、しっかり馴染んでくれば。ただちょっと今日は色味わかりやすいように濃いめに入れたので、ちょっとこう境目とのあれが結構あるかもしれないですけど、いつもよりはやっぱりちょっと明るめにできてるかな。ここが抹茶になるようなカラーとかが多かったかなと思うので、これ、すごく使いやすいです。私今回混ぜましたけど、混ぜないで、その時々の気分によってブラウン系かピンク系かっていうのに分けて使ってもいいと思います。あんまり頬骨を目立たしたくないっていう方でも使えるカラーです。ただちょっとでかい大きいのよね。ただここがスリムなので、収納にはすごくいいです。はい、じゃあ続いて今回ね、リップがすごく多いです。こちら両手に持ちきれないので4本をね持たせていただくんですが、こちらは大人気のねオーディシャスリップスティックの、私がすごい好きなシリーズ、サテン系のリップになってます。今こちら4色塗ってみました。こちらラストレッド、ニュートラルスパイスローズ、ディープブラウンレッド、トープヌードというカラーになっています。マットには一見見えるかもしれないんですけど、しっかりサテンが効いているので、乾ききってるような感じの質感ではないなっていうのが分かると思います。引っかかりにくくて、こう溶け込みやすいっていうリップなんじゃないかなとは思ってます。じゃあね、今回ねこの中から私4色出てるんですけど、3色、唇にのせてみたので、それではどうぞ。はい、じゃあそれではこちらニュートラルスパイスローズ694番を塗っていきます。色味こんな感じです。私こう色味的にはこういう秋冬感を連想するようなカラーすごく好きなので、これ好きです。ディープブラウンレッドの696番を塗っていきます。はい、色味こんな感じです。ダーク感があるから、ちょっと私みたいな顔でも結構負けちゃってるような気がする。もっとおしゃれ顔だったり、がっつりなんか濃いメイクの方が似合う気がする。ちょっともう画面が強いですよね画面が強くなっちゃうな。私このオーディシャスリップスティックの9477番のカラーすごい好きなんですけど、このカラーがすごい好きなんだけど、このカラーとはまたちょっと違いますね。どちらにせよどっちも濃いですね。ちょっとこうカシスっぽいようなカラーなので、ちょっと人を選ぶようなカラーではあるかな。はい、いやでもこれやっぱ持っとくのはねすごく大事一本でもこういうのあるといいかも。雰囲気を変えたい方にはすごいおすすめなカラーかもしれない。はい、それではトップヌードを塗っていきます。はい、色味こんな感じです。ちょっと全体的に暗めのカラーにはなってるかなって思いました。ちょっと暗いよねやっぱり。こっちがオーディシャスシアーマットリップスティックで全6色になります。ピンクヌード、ローズベージュ、ベリーレッド、オームブリックレッド、レッド、スカーレッド、レッドになります。スカーレッドレッドってなんかちょっと呼びにくいな。このね2色だけが店舗限定になっています。買う時に注意しなきゃいけないのがこの
2色って感じですね。パウダリーっぽいような感じの仕上がりになります。パッて見て春色ですねっていう感じではないかなって思います。はい、じゃあこの中から3つ気になるカラーがあったので塗ってみました。それではどうぞ。オーディシャスシアマットリップスティックの方、ピンクヌード259番を塗ってきます。色味こんな感じです。ピンクヌードすごいナチュラルな感じだと思います。まあ、なんか私がつけるとちょっと元の唇の色がこんな感じのカラーなのでそんなに変わってるように見えないかも。はい、じゃあ続いて同じベージュはベージュでもローズベージュってめちゃめちゃ噛んでる、ローズベージュの261番を塗っていきます。色味こんな感じです。さっきのピンクベージュと比べると私でも塗ってます感が結構出るかなって思います。私こういうローズベージュ、この今塗ってるカラー大好きですね。まあ私のリップコレクション見てる方はわかるかなと思うんですけど、去年ねヌーディーなカラーとかにハマってたのでこれ好きです。じゃあもう一個気になったカラー、ウォームブリックレッド265番ですね。こちら塗っていきたいと思います。すいません、今塗ってるところ取れてなかったわ。こんな感じのカラー、色味がソフトなのでなんか色味がこうパキって感じで出るわけじゃないので使える赤なんじゃないでしょうか。フランスって結構こういうカラーを出してくれる感じがする、私の中では。あ、パケ可愛いなこれ本当にハート可愛い。私が一番気に入ったのはこのオーディシャスリップスティックの方のニュートラルスパイスローズ694番ですね。こちらが一番気に入りました。で今つけてるカラーもそのカラーなんですけど、これはいいですね。なんかサテン系なのでなんかそんなに重苦しくならないで軽めにつけれる赤っぽいカラーかなって思います。赤って言ってもこれスパイスローズって書いてあるからローズ系なんでしょうけどまあなんかパッて見た感じちょっと赤っぽい感じかな。私はこのカラーすごい好きでした。サテン系とマット系に分かれているかなっていうので、まあ、ちょっとパケが黒とあの赤で違いが出ちゃってるんですが、どれかいいなって思うカラーが見つかれば嬉しい。はい、ということで今回は NARS の新作コスメ、アイシャドウだったりチーク、そしてリップ全部紹介したんですけど、今回パケから入る方すごく多いんじゃないかなと思います。 NARS って言ったら結構シックな、まあシックはシックなんですけど可愛らしいちょっとバレンタインデーっぽい感じのコスメで気分が上がるコスメだと思います。パッて出した時のこのね可愛さやばいですよね。女子なんだなって思う私こういうの好きだわ。リップはね今回もすごくカラーが出ているのでなんかいいカラーが見つかればいいなって思うんですけど、私はこのコンセプト、この世界観好きでした、うん、それも結構ナーズが好きな理由かもしれない。普通の王道で出てるパッケージは黒とかが多いですけど、こういうコレクションになるとまたちょっと違う感じのパッケージで来てくれるのでいいですね。今日のね感じ全部ナーズで仕上げてみましたけど、ナーズを使うので眉毛太めに描いてみたらなんか誰って感じ久々に太く描いたらなんかすごい自分では違和感がある。ナーズのコスメが似合う女になりたいっていうのがちょっと自分的にはあるのでまあ私別にハーフ顔とかそういう感じじゃなくて結構日本人特有の顔をしてると思うんですけど、それでもナーズが使えるよっていうのが分かればねいいんだけど、私個人的にはすごくこの今つけてるカラーが可愛いなって思ってて、ちょっとマスク写りっていうものは出ちゃうんですけど色残りはしっかりしてくれるので結構おすすめです。まあ、今回はなんといってもパッケージがすごく可愛くて、やっぱりそのパケから入るっていう方もすごくいるんじゃないかなって思うのでぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。